皆さんこんにちは。今回はディアベルハン生きてたのっていうことで、ちょっと最新情報が出てるので見ていこうかと思います。昨日 YouTube で公式生放送ウィークエンド IF やってたんで、ちょっとそれの最新情報を見ていくんですけど、ついにねディアベルが戻ってくるということで、まあ生きてたのっていう話なんですけど、まあ次ね地下迷宮第3層が実装されます。あの縦インテフェルマーが進化できるということで、まあ新しくねスキルリリースが出るんで、まあ俺もねいろいろまとめとか忙しくなると思うんですけど、もうねかつて消えたはずの男とかね、もうね死んだ扱いになってるんですよ。まあ SAO 原作だと一層でもういなくなっちゃったんですけど、 SAOIF だとねある層で、まあ、地下に落っこちたっていう感じで、あのボス戦でね、でずっとねもうみんなあの亡くなられたと思っていたんですけど、実は生きていたという話で、これねもうね公式でね画像出ちゃったんで、もうネタバレもクソもないんでちょっと見るけどこれこの顔これさ、あの笑っちゃいけないかもしんないですけど、これなんかあ嘘生きてたんだみたいな、なんか結構感動的なシーンっぽいんですけど、このさ黒ポンチョってこれあのラフコフのさ格好と一緒らしくてこれなんか知んないけど面白いですよね。これねなんかねディアベルハン病気になってるのかなんか知らんけどね、なんか克服すればええって言ってますね。なんかずーっと地下にいたから精神病かなんかになってんのかなってね、まあちょっとよくわかんないですけど、ディアベル役のね檜山さんっていうのかな、この声優さんがねあのメッセージを残してくれたということで、鮮烈に退場するからこそファンの方たちに愛されるキャラだと思っていたけど正直意外でしたということで、いやーもうみんな意外だと思ってると思いますね。やっぱりこの檜山さんっていうんだっけ、このディアベル役の方、あのなんかよく叫んでるイメージありますね。ドーとか、うわーやったー、うわーみたいな、なんかすげー叫びまくってるイメージがなんか個人的にありますけど、復帰した以上大活躍することを希望しますと。まあ活躍してほしいですよね。面白いですもんね。やっぱみんなをまとめていく姿を見たいということで、みんなまとめていくといえばヒースクリフ、まあいつ戻ってくるのかなっていうのもちょっと気になりますけど今度は倒れるな死ぬなおもろいですね。ね、ディアベルハン結構ね早期退場したのにみんなね戻ってきて戻ってきてっつって俺もたまにねツイッターでね、いつディアベル戻ってくんのとか言ったりしてね、あの定期的になんかディアベルどうしてっかなみたいな言ってたんで、あの戻ってきてねよかったですね、感謝。あとでキリト役のね松岡さんもねメッセージ残してたってことで、やっぱねあそこで死なすのは本当に惜しい人物だと思ってたそうで、なんかねやっぱそのみんなを引っ張っていくディアベルがずっと生きてたらどうなってたのかなっていうのはやっぱ気になりますよね。なんか上の階層でディアベルがくよくよするなよとか久しぶりとか言ってたらなんか面白いですよね。やっぱあれですね、ディアベルハンっていう愛称で親しまれてますねSAO ではムードメーカーってクラインぐらいしかいなかった。あ、クラインぐらいしかいないのねあれあ、そう言われてみればそうか、あれムードメーカー、あーまあムードメーカーか、確かにそうだな、考えたことなかったないや考えたことないのはダメでしょって。スカレルリッパー戦の前の扉でキリトがクラインとエギルに言ったように死ぬなよって言いたいですね。あー原作者のね川原レキさんもねメッセージ残してたんですよね。すごいですね、3人も残してくれて。意外にもディアベルハンというあだ名がつくほど親しんでいただけて、やっぱね、あの早期退場させてしまって申し訳ないなんか思ってたらしいですね。やっぱあれですね、みんな戻ってきてくれて嬉しいっていう感じみたいですね。ディアベルハンってなんかあの表向きはすごいさ元気でさみんな引っ張ってくれてすごい人みたいな感じなんだけど、裏はなんか実はちょっといろいろこじれてるみたいな、なんかそういう設定があるらしくて、俺なんかもう昔はそのやっぱラノベ読んだ時とかアニメ見た時とかなんかぼーっと見てただけだったんで分かんなかったですけど、すげえ後になってまあいろいろその
まあ、こういう IF やってる時とか、そう、や、IF でそのストーリー見てくうちにっていうか、まあ、他のなんかその設定とか、まあ、ネットの記事見たりとか、なんか他の作品見たりとか、なんかそういうの見ていくうちに、なんかディアベルってそんな単純なキャラじゃなかったんだなっていうのが少しずつ分かってたんですけど、人当たりのいい騎士というペルソナの裏にいろいろとこじれたものを隠している人物ですっていうメッセージ残してくれたんですが、なんか確かになんかそういうところも気になりますね。 IF でどういう風に描写されるのかっていうのが、あ、やっぱここにもありますね。ディアベルの闇を知らずひたすらに浸水していた騎馬王とももっとね関係を深めさせてあげたいですねと。こうね、やっぱディアベルとそのアインクラッドにいなかったそのシノンとか勇気も IF だと出てくるんで、そうディアベルとどう絡むのかなっていうのもすごいね気になりますね。下がれ俺が出るは死亡フラグだよぞって言ってますけど、ちょっと生放送の時に上がれ俺は帰るって言っちゃったんですけど定時退社かっていうなんかまあそういう大喜利っぽくなっちゃいましたね。ちょっとだけディアベル班のスクショコンテストってどうやるんだ。なんかディアベルに似せてなんか撮るんですかね。ディアベルのアシストキャラっていないよねまだ。あとは縦インテの進化なんですけど、これな、何、多分このなんとか王ってさ、あれでしょ、コボルドロードみたいなやつだから、コボルドロードの亜種みたいなやつだと思うんですよね、次出てくるボスが。でそれとコアメタル超1個で進化できるということで、まあ縦インテね作るだけでも大変なんですけど、今回ね生産難度緩和ということで、まあ集めやすくなりましたっていう感じで、まあ、前だとね最大 HP の 1% のダメージを与えないとその抽選すらされないっていう感じだったんですよ。あ、これ防護石か、上の方が防護石のやつだったんですけど、まあ、こっちはね10倍、あ、違う、 0.1% だから10分の1のダメージを与えても抽選に入るということで、最大 HP いくつだっけ、なんか1億とかだっけ、まあなんかすごい覚えてないんですけど、大体、あ、違う、10億とかだっけ、あれ忘れた、10何億の 1% とか、まあなんか忘れたけど、なんか1000万くらい与えないとダメだったみたいな感じだった気がするんですけど、で10分の1だからなんか100万くらいダメージ与えたら抽選に対象になるのかなみたいな感じになるのかな。でこのかけらに関してはなんか何パーセントっていう縛りがあったんですけど、次からはもうダメージを与えると低確率でドロップっていう感じなんで、もうなんか少しでもいいからダメージ与えたら、まあ、このかけらがドロップするかもしれなくなるということで、まあ、1でも与えればいいから、まあタゲタンクとして行って、なんかタゲ取りしに行ってもかけらが落ちるかもしれないんで、まあ、タゲもいけるようになるのかなってちょっと思いますね、これ見てて。でベノムコカトリス、あのニワトリさんがどれくらいいるかっていう話なんですけど、再出現までね10分かかったのが5分に短縮されて滞在時間が30分。これ地下迷宮のモンスターってずっと放置してると消滅してしまうんですけど、まあ、そういう修正も入ると、修正っていうか、まあ、なんていうの、情報修正っていうの、なんていうの、まあ、緩和ですね、入るということでやりやすくなりましたね。でスキルリリースもねドロップ率情報修正で、宝箱から出るのも個数が上がったり確率が上がったりということで、もっとやりやすくなったみたいですね。ありがたいですね。でこれはあれかな、新規プレイヤー向けっていうか弱い人の救済措置みたいな感じなのかな。第1層のねクエスト、メインクエストをやんないと2層に行けないっていうのがあるんですけど、これがねちょっと大変だっていう人が多かったんですけど、ちょっと緩和されたということで、ちょっとねやりやすくなりましたね。所持上限に達していてもクエストの達成条件に加算、いいですね。進行中だった一層の試練は1月24日メンテナンス時にリセットって書いてありますね。新しい達成条件にて再度進行が必要、クリア済みのプレイヤーに影響なし、あ、クリア済みだったら影響ないんで、もうあれですね、俺とかもうクリアしてるから、まあ、ここは気にしなくていいのか。で1月28日に出るこの覇王オーダー、刻意の覇王オーダー、なんか強そうですねイラストが、めっちゃ欲しいこれ
これね、新しく出るキリトの直剣モードの単体攻撃だから、もしかしたらボーパルかもしんないって、あの攻撃モーションね、ボーパルかもしんないって言ってる人いたんですけど、まあ、キリト4枚条件ということで、同じセットにあとキリト3枚入れないといけないんですけど、まあ、片手直剣装備ならまあなんとかなるよって感じはしますけど、始めたての人だとまあ人でもなんとかなるかな。まあ最悪本当に超始めたてだったら、まあ覚醒じゃないけどキリト入れるよみたいな感じになるかもしんないけど、まあそれでもね、本当に最初だったらまあ全然いいのかな。で、何よりね、これね、攻撃力が1200上昇って書いてあるんですけど、あのよくあのリセマラあたりがお茶会アリスですみたいななんか言った気がするんですけど、これは1200上昇でこれ700も上なんですよね。最近の直剣モッドって結構このモッド自体の効果が強くて、昔のと比べるとやっぱねダメージがね全然違うんで、で最近オーダーで出てくるようなそのモッド、直剣モッドってこういう風に発動条件、そのあのなんかのキャラ何枚以上装備とかが結構厳しめなんですけど、まあ、これは確かに条件厳しいように見えるけど、片手直剣のスキルなんで、片手直剣でキリトっていっぱいあるんで、これあの比較的満たしやすいのかな、他のあの満たしにくいやつと比べてねって感じなんで、全然狙っていいんじゃないかなって思います。でこれもね、あの残属性で攻撃時に攻撃力が 35% 上昇と、アクアコンバージョンで水ダメ 25%、 これ強いですね。まあ、あの覚醒ではないんですけど、フルバーストスキルなんで、水、直剣の水のフルバーストとか出たらこれ超強いと思いますね。何気ねフルバーストって弱そうに見えるんですけど、案外ねフルバーストアビリティね、あの使ってみると強いということで、でこれね、単体7連撃なんですけど、まあ、ブレイク値書いてないんですけど、45とか51以上だったらいいな、あと襲撃の入りが早かったらいいなっていうのはあるんですけど、単体7連撃でちょっと長めなんですが、コネクトチェーン効果がね、あのスイッチ10、20、30って上がる上に、キリト2枚入れれば SP が40に20って回復するんで、あのバッファーにもいいし、あのギルランとかね、あのスタックを維持するためにさ、スイッチいっぱい回したいっていう人はこういうのを使った方がいいし、まあ、SP も回復するし、特にまあ51層のメタルリーパーの腹の部分でまあ殴るとね、これね、あのコネクトスキルってコネクトの中に全体攻撃入れると当てた分だけコネクトチェーン発動するんですよ。だからまあこの当てた分だけこれが発動するんで、まあ、メタルリーパーの腹って全体攻撃当てると複数箇所判定になるんですよ。だから当てた分だけこれが発動するっていうことで、なんか強そうだなっていう感じはしますけど、まあそんな暇あったらまあモッドとか打ってるうちにあのバースト満たされてそれ打てるし、そっちの方がいいんじゃないかなっていう人もいるかもしれないですけど、ちょっとねこれは使ってみないとわかんないですかね。なんか強そうなまあイラストも含めてちょっとね強そうな感じがして、なんかね欲しいですね。まあ、あとはねこの筋力減退もねあの欲しいですね。単体攻撃ってことで、まあ複数回攻撃ではないんで、なんか使いやすい筋力減退なのかなって思いますけど、まあこれ何に使うのっていう人いるかもしれないですけど、あの筋力減退ってやっぱタンクが耐えられないっていう時にこれね、あのどんどんスタック重ねていくとタンクが死ににくくなるんで、あのめっちゃ使われますね。まあ、特にギルランとかね、これほんと大事なんで、まあ、俺すごい欲しいですね。しかもアクセルスキルなんで、アクセルで筋力減退打ちまくれるっていうのが大きいですね。まあ、筋力減退って言えばね、あの初期アクセル、あの小春だっけとかそうだった気がしますね。まあ、そうあんまりまだ数がないし、で何よりねこの今回のねこの出る1月28日に出るやつは捨て子なんで、これねめっちゃ引きたいですね。俺は個人的に引きたいと思ってます。あとはね1月24日にギルド応援キャンペーン出るんで、まあドロップ率が高くなるギルドスキルとかね、ギルドポイントっていうのをねめちゃくちゃ消費するんで、もういっぱいねギルドポイント、あのギルド掲示板とかでね集めておかないとすぐなくなってすぐ使えなくなっちゃうんで注意なんですけど、まあ、ドロップ率上がるスキルとか、まあ、指輪生産のためにね、あの生産ボーナス出やすい、あのギルドスキル、生産レベルいくつみたいなやつつけられたりとか、だから指輪をね、
いっぱい作れるみたいなね期間になるんですけど、あとはね、あの勇気の子また来るんですね。ありがてえんですけど、ちょっと大変ですね。あのドロップ率が上がるアイテムがもらえますね。真剣勝負はすごい強いんで、始めたての人はちょっときついかもしれないですけど、あとはね、ディアベル班の帰還をね祝して、ディアベルの帰還オーダーっていうのが出るんですけど、なんか縦インテオとし、あれか、普通のグシオンかインテグラル系の武器をなんか装備した格好のディアベル班の、片手直径の覚醒スキルですね、出るんですけど、全体3連撃なんで、あのなんかいいですね。しかもスイッチゲージ増加量が多いんで、これなんだろう、バリアントかな。あのバリアントっていう攻撃モーションあるんですけど、あれ3連撃だっけ、忘れたけど、なんかスイッチゲージ増加量が多いんで、まあ、まとめて敵に当てるとね、スイッチが一気に溜まるんじゃないかなって思います。あとはね、防御上昇のバフがね効くんでね、防御上昇のバフがかかるっていうのが直剣もっと使う場合に大きいんで、これがねなんかめっちゃ強いんじゃないかなってちょっと思いますね。あと輝く騎士の誇りディアベル、なんか効果いっぱいついてて強そうですね。まあ噴光ついてるんで、まあ闘魂ブローみたいに HP がわずかの時に発動するような効果と併用するのはちょっと難しいかもしれないですけど、覚醒スキルでこれだけ効果がいっぱいついてるのってすごいですよね。しかもキリト3枚装備してると、小刻印が発動するんですよね、スイッチで。まあ小刻印ってその刻印を打ち消しちゃうんで、打ち消して上書きして付与されてしまうんですよ、敵に。だからそこはちょっと注意なんですけど、まあイベントとかでもね使うとね、小刻印入るんでかなり強力だと思うんですけど、これちょっと気になってるのが、まあ小刻印って刻印を上書きしちゃうっていう話だったんですけど、ちょっと検証してみたいのが、あの打刻っていう、あのスイッチ入れると刻印が入るっていうアビリティ効果があるんですけど、それを併用すると刻印と小刻印同時につくのかな、なんかどうなのかなっていうのがちょっと気になってますね。なんかもしやってみたら同時についたみたいな、なんか本当普通にやったらなんか上書きしてしまうけど、なんかこれでスイッチ打ってみたら同時についたみたいな、そんなことがあったらすごいどうなるのかなっていうのが気になりますね。しかもこれ片手直剣のスキルとかじゃなくてアビリティなんで、あの突水印っていう片手コンのね、あ片手コンじゃねえ、あ片手コンでいいのか、片手コンのスキル効果があるんですけど、次に敵に与えるダメージが 2.5 倍になるみたいな。でそれと打刻っていうそのスイッチで刻印が入るやつと、この小打刻全部入れて、あのスイッチ打ったらどうなるかなっていうのもちょっと気になりますね。でバフ効果中の敵にっていう条件あるんですけど、攻撃力 18% と水溜め 30% あるんで、もうかなり強いですね。これ本当に欲しいんですけど、捨て3なんで、なんかかなり課金するような人じゃないとちょっと手に入んないのかなみたいな感じがありますけど、まあ、大体ステ3のやつって5、6万ぐらい課金して、まあ、出るかなくらいのやつなんで、まあ人によってね3周ぐらいして出たっていう人もね、1周で一気に出ちゃったっていう人も、まあ、確率なんで、まあ、全然あるんですけど、まあ、大体その本当にこの出てるスキル絶対狙うぞって思ってるような人は5、6万ぐらいジェムね用意しとかないときついですね。あちょっと言い忘れてたけど、地下迷宮これ実績追加ってことで、地下迷宮メインクエストクリアしていくとなんかアルカナジムめっちゃもらえるみたいな、なんか実績達成でもらえるっていう風な感じになるらしいんで、これねすごい嬉しいですね。っていうことでね、次の地下迷宮第3層実装されるんですけど、ディアベル班ね戻ってくるということで楽しみですね。でここら辺でちょっとね動画終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。